してくれるのです。明日がダメなら明後日は。イーコス、店長と一緒にここから逃げ出したいのです。ここにいると昔イーコスを実験動物にしていた奴らを思い出すのです。薬品の匂い、白衣の擦れる音、冷たい注射器、点滴の水音、全部大嫌いです。イーコスは実験動物じゃないのです。それともイーコスはやっぱり実験動物なのですか。店長、やっぱり辞めるのですか。イーコスと一緒でもいいのですね。よかった。店長がグルニエに叱られていることをイーコスは知っていたのです。それでもイーコスのことを考えてくれる店長は大切な人なのです。でも店長がまた叱られると思うとイーコスは少し申し訳ないのです。まん丸のお月様ではないのですね。でもウサギさんが半分だけ見えるのですよ。星々の歌声が聞こえる気がするのです。イーコスは今ダンスしているのですね。イーコス、ちゃんと踊れてますか。こんな舞踏会みたいなのは初めてなのです。店長さえいれば苦しくなんかないのです。